北24条駅の上の交差点北24条は、北海道札幌市北区にある地名。基本的に北22条北26条、西2丁目西5丁目付近一帯のことを示す。飲食店を中心とした商業地区で、周辺はマンションや団地が多い。また、北区役所、北消防署北警察署の観光所が集中している。 かつては、オリオンザ、テアトル24といった映画館も存在していた。大正時代には、札幌の市街地からほど遠く、一面の草原が広がっていた。1927年、その一角に札幌飛行場が開設された。その後何回か拡張され、東京都の定期便も運行されるが、1945年に新中軍によって閉鎖された。 飛行場跡地は農地などとして利用されていたが、1948年頃から引上げ車用に住宅が建てられ始める。1950年頃には小規模な飲食店街が形成され、1952年に札幌市電が北24条まで延伸されると、急速に人口が増加した。市電の停留場では、毎朝乗り切れなかった乗客が長蛇の列をなしたという。 なお、市電はさらに、新琴に駅前まで延伸されたが、地下鉄南北線の開業に伴って廃止された。今では、札幌第二の歓楽街として、北のすすきのとも呼ばれるほどになっている。和田由美、オリオン座、北海道映画館グラフィティ、朝日新聞北海道支社、2013年9月15日閲覧、第6回、北のシネマ塾レポート、スタッフブログ、 北の映像ミュージアム。2013年9月15日閲覧。ありがとうございます。